マッシュルームとは、食用栽培種である端子金門原竹科のキノコのみを指す。本校で荘実する。英語で、キノコ一般を指す語。マッシュルームは、ヨーロッパから導入された、食用栽培種である端子金門原竹科のアガリクス、バイスポーリスイムバッチのみを指している。和名は作り竹。日本国内での生産初期の商品名に由来する。 西洋松茸という名称もよく用いられる。世界で最も多く食されるキノコと推測されている。A. バイスポーリスはタケカンペストリス LFR を栽培下で選抜することによって成立したと考えられる。ヨーロッパで古代ギリシア、古代ローマの時代から馬休費などに自然発生していたものを利用していたものが17世紀頃にフランスなどで 人工栽培が行われるようになったと言われている。収穫期である直径2から4センチメートル程度の、用菌の時は、野生の腹竹よりも分厚い肉質の半球形の傘を持つ。品種は、ホワイト種とブラウン種があり、表面は白色や褐色などを呈するが、傷つくと、赤褐色の変色が生じる。成熟すると、傘は平らに開き、 大きなものでは2 0トルにも達する。この時、柄の長さも1 5トルに達する。ヒダは、用金の時は、白膜で覆われており、日本ではこの膜が破れる前の、欧米では、破れた直後程度の熟度で収穫する。成熟し、胞子をつけたヒダは、淡紅色から、紫褐色を呈する。元来は発酵させた旧皮に金を植えつけて、 屋内で栽培する不正菌だが、今日では大規模栽培に際しては、バラや砂糖を厳しぼりかすなどに、米ぬかや化学肥料などを加えて発酵させた人工堆肥などが使われることが多い。この人工堆肥をマッシュルームコンポストなどともいう。この耐久肥中に植えられた菌は、まず植物残差表面に繁殖した放線菌などの微生物を分解摂取し、次にリグニン。 最後にセルロースを分解吸収していく。発酵を終了した耐久比には微生物の栄養源となる養存低分子化合物はほとんど残存しておらず、マッシュルームは成長に必要とする窒素化合物を微生物の捕食と発酵の過程でリグニン腐食複合体と結合した窒素化合物の分解によって得ている。また、 ビタミン B 群のチアミンとビオチンを成長に必要とする。発酵前の養存窒素化合物などの容易に利用できる物質に富んだ環境では、マッシュルームの菌糸は繁殖速度の大きな細菌などに主源をめぐる競争で立ち打ちできないが、こうした栄養分が枯渇した発酵終了後の耐久比では、休眠状態になった細菌を捕食する能力や、 何分解性の高分子化合物、特に他の多くの微生物にとって分解できないリグニンを分解する能力によって優勢に立つことができる。マッシュルームの栽培とは、こうした耐久比の発酵過程における微生物群衆の繊維現象を利用した技術体系であると言える。野生種の原竹は、 端式に4つの端子方子をつけるが、栽培種のマッシュルームは2つしかつけないことが多い。これが種商名のバイスポーリスの由来である。端式の内部では二次菌子内の性の異なる核が融合してから、減数分裂を起こして4つの核が生じるが、ほとんどの場合、性の異なる核がペアになって、新しくできた2つの方子の中に移行する。そのため、 この二角の胞子が発芽すると、一時禁止を経ずに、直接二次禁止が発生する。これより頻度は低いものの、同じ性の角がペアになって、胞子内部に移行する場合、二角の胞子1個と同時に、単角の胞子2個、合計3個の胞子が形成される場合、単角の胞子が4つ形成される場合もある。同性の角がペアになった二角の胞子や、 単核の胞子からは一時禁止が発生するので、これが品種改良時後輩に用いられる。しかし人工培養下で胞子の発芽は非常に低頻度であることが知られているので、落産などの有機酸処理や成長禁止の刺激によって胞子の発芽を促す方法が開発された。また、マッシュルームの二次禁止はクランプコネクションを作らないため、 一時禁止との識別が困難である。そのため最近は、単核胞子を発芽させて一時禁止を探すよりも、二時禁止のプロトプラスト化によって、単核の一時禁止を作り出し、これによって交配を行うことが多くなっている。A. バイスポーリスはホワイト種、オフホワイト種、クリーム種、ブラウン種の4つの品種群に大別される。また厳密には別種ではあるが、 ヨーロッパで主に栽培される A ビトロキスサッカルドもマッシュルームとして扱われるためここで解説する。滑らかで純白の外観が美しいため生鮮流通品として好まれる。また低温でも小実体が発生するという栽培上の利点もある。このため世界で最も多く栽培されている品種群であるが柄が徒長しやすいことと 汚れや傷による変色が目立ちやすい点が欠点となる。色がやや灰色がかった白色である他は、ホワイト種に性質が近い品種群。ホワイト種と同様、生鮮流通品として好まれる。淡褐色で中型の個実体を生じる。栽培環境の湿度が低いと表面が臨場になったり花肌しい場合は、ひび割れができる。加工用として好まれる。 褐色で大型の小実体を生じ、収穫量も多い。味は濃く、高気にも富んでいる。肉質が緻密で加工による収縮が少ないので、加工用として好まれるが、保存性に富み、汚れや傷による変色も目立たないので、生鮮流通品としても好まれている。傘の中央部はややくぼみ、形は歪みがちである。A より、度高い温度で、 子実体を生じる。ウイルス病に対して抵抗性があり、下記及び亜熱帯地方での栽培に適するが、栽培環境が高温多湿となり、作業が重労働になる点が嫌われる。ヨーロッパでは栽培されるが、アメリカではあまり栽培されない。欧米地下空間を利用した栽培空間。マッシュルームの人工栽培のきっかけを作ったのは、メロン栽培だったと言われている。 16世紀にフランスやイギリスのような寒冷タウの西ヨーロッパ諸国に南欧からメロンが導入された。高温乾燥を好む西アジア起源のメロンを栽培するためにこれらの国々では旧費の発酵熱を熱源とする温床が用いられた。17世紀半ばあるいはもう少し早い時期にパリ郊外のメロン栽培に用いられた肺温床の熱源旧費に 原竹類が発生しているのが注目され、食用に採集されるようになった。さらに、キノコの発生する肺温症に、家畜の糞や敷きわらを被せて、さらなる小実体の発生を促すようになったのが、人工栽培の最初の試みである。次に試みられたのが、有料な菌の選抜と移植であった。畑に、新しい旧肥を盛り上げて、畝を作り、菌種の蔓延した、 前回の栽培時の旧費をそこに移植して土を被せる、うね床法が行われるようになったのである。やがて18世紀になると、この背床の上に小屋掛けしたり、温室内にうね床を作ったりするようになって、屋内栽培に移行していったが、屋外のうね床法も、イギリスなどでは今日まで残存している。フランスでは、パリ郊外の小乳道の中に、 うね床を作ることで大規模栽培が行われるようになった。耐久費の発酵技術の基本型も確立し、保存可能なように菌糸の蔓延した耐費を乾燥させた資金も開発された。A. バイスポウリスが選抜によって成立したのもこの頃である。このためマッシュルームはフランス語でシャンピニオンド、パリシャンピニオンでパリと呼ばれる。19世紀初頭になると、 フランスで開発された栽培技術がドイツ、オランダ、イギリスといった西ヨーロッパ諸国に、さらには移民によってアメリカ合衆国にも伝播し、さらにイギリスでは取り扱いに便利なレンガ状種金が開発された。これは耐久費と土を混合し、ここにマッシュルームの菌種を繁殖させたものである。 19世紀中頃になると土を被せた耐久費を空調を施した栽培舎内で立体的に設置した棚に乗せる棚式が開発されアメリカやフランスで採用されたこの棚式はアメリカで著しく発展し19世紀末にはフランスは世界最大の生産国から転落しアメリカが取って代わることになったそれまで個別の栽培者が秘密主義の中で 試行錯誤を繰り返していたのが、この頃から公開された科学的研究の中で栽培技術の発展が図られるようになってきた。この潮流の中から、菌糸の無菌純水培養による資金が誕生し、雑菌による病害中の危険の低い安定した栽培が可能になった。二十世紀半ばになると、アメリカの棚式栽培は棚に設置する栽培床を箱の内部に作り床して、 移動の機械化に適した形に改良した箱式栽培法に発展して、これが連鎖的に栽培工程全般の機械化を進行させた。こうして機械化し工業的発展を遂げた箱式マッシュルーム栽培法はオランダを除くヨーロッパとオーストラリアで普及した。一方、オランダは棚式を維持したまま機械化した大量栽培法を発展させることとなった。こうした 大資本を必要とする機械化した工業的栽培法が発展した一方、それほどの資本力を必要としない小規模栽培の効率化を図ったのが、デンマークで1959年に箱式の箱を袋に変えた形で誕生した袋式の栽培法で、1970年代にヨーロッパ全体に普及するとともに、イタリアでさらなる効率的な改良が施された。 この時代のもう一つの特徴として、モータリゼーションの進展によって、馬休費の産業の減少が起こった。この状況を受けて、様々な植物性廃棄物を原材料としたマッシュルーム栽培用堆肥の研究が進み、発酵の原理やマッシュルームが必要とする堆肥環境の微生物生態学的解明が進んだ。これとともに、20世紀末から急速に進歩した。 バイオテクノロジーを背景にして21世紀の今日マッシュルーム栽培は先端産業の色合いを強く持った発展を遂げつつある。その一方で伝統的な馬休費による耐久費を使用してのマッシュルームにこだわる生産者や高級レストランなどの消費者も見られている。アジア欧米で発展を遂げたマッシュルーム栽培は明治の中頃に日本にも導入され新宿御苑で 試験栽培が行われたが、この時は、普及を見なかった。日本における、栽培の普及は、様々なキノコの栽培の宣言をつけ、キノコ栽培の父とも呼ばれた、森本彦三郎による。森本彦三郎は1904年17年間の、アメリカやヨーロッパでの修行で、マッシュルーム栽培の最新知識と技術を身につけ帰国。1922年に栽培に成功し、 その後マッシュルーム栽培事業と缶詰の輸出を軌道に乗せ、さらに純粋培養による資金製造を開始し、西洋松茸の商品名による資金販売とともに栽培の技術指導を行った。第二次世界大戦前の日本では、大日本帝国陸軍の軍馬が馬休費の大供給源であったこともあり、陸軍の連帯所在地に隣接して主要な栽培場が起業された。 例えば、この駅閉連隊、第1騎兵連隊、第13、第16騎兵連隊などを要する、千葉県奈良市のには、荒井農場、村山農園、富永農場が、新潟県高田の不評連隊には、高田博士金栽培場が、馬給費の供給を依存して、経営を行い、主として、ホテルや高級レストラン向けに、日本全体で、約280トンの生産があったと言われている。 戦後の日本では陸軍の解体により栽培用休費の供給源は農家の工作場や競馬場の競争場に移行した。また同時に馬給費に依存しない人口の対比を用いた栽培も普及していった。この時期のマッシュルーム栽培場はアメリカの缶詰市場を主な対象として1974年には 生産量15,300トンに達するまでの大発展を遂げ、この頃には減炭対策の一環に稲作農家が納屋を改造してマッシュルーム栽培をする姿までもが見られたが、日本のマッシュルーム生産技術が戦後移転された台湾や大韓民国で1970年代中頃になって欧米向け輸出用生産が盛んになると日本での栽培は衰退した。 一時は国内生鮮市場向け栽培にシフトして2000トン台後半程度へ生産量が減り、これは生椎茸の国内生産の約30分の1の量に過ぎなかった。台湾と韓国の欧米向けの生産も労働力と給費製造コストの安い中華人民共和国にその座を追われ、中国産マッシュルームは缶詰などに形で日本にも多く輸入された。 かつて国内のマッシュルームの生産地として知られる場所は、栽培要求費の安定的な確保という観点から、競馬場や競争場のトレーニングセンターが近隣に所在しているところが多かった。公営競技全般の低迷による、地方競馬の競馬場の廃止で栽培要求費を安定的に入手するルートが失われ、これに代わる乗馬施設などからの入手、人工代避の使用では調達。 輸送などの隠しコストなどの面で見合わなくなり、これによりマッシュルームの生産を取りやめた農家も出るようになった。2010年前後からは、日本で欧州式培地栽培の普及やサラダなど、生殖需要の拡大を受けての国内生産が増え、2016年は6777トンと10年間で2.3倍になった。マッシュルーム栽培は、 堆肥栽培と呼ばれる方法で発酵した球肥を培地として利用する。原料の装飾十分、わら、石膏、水を混合し、天然の高熱性微生物群により発酵させ、堆肥とした後、死菌を摂取して小実体を発生させる。発酵の際に70摂氏80度程度の発熱をするため、この熱で有害病害菌を除去するという過程を経る。発酵により、 原料には含まれていなかった発酵菌由来のタンパク質が生成され蓄積するが、マッシュルームの生育にはこのタンパク質も必要である。発酵に必要な期間は季節や原料成分で変化する。耐久非材料の準備体非栽培のマッシュルームキノコの生育には炭素化合物、無機塩類、水、酸素などが必要で伝統的な給費を使う場合、 最も優れた材料は馬休肥である。厩舎で糞尿と混ざった敷わらを単独で、あるいは麦わらを追加して、糞尿とわらの配分比を調節してやるだけで、栽培用休費の材料としては十分である。牛休肥や豚休肥の場合は、それ自体の栄養素の量が馬休肥とは異なるため、窒素、リン酸、カルシウムなどを補強するとともに、 糞の質が緻密で水分が多い場合は、藁の量を増量し調整する必要があるが、複雑な調整を必要としない、牛球皮とおがくずを発酵させる方法もある。一時、発酵一時発酵により生成されたものは、一般に、グリーンコンポストあるいは、床、培地とも呼ばれる。原料の、給皮、藁、水、石膏などを混合して、 高さ1.8メートル幅1.8メートル程度の断面を持つ脳型体状に堆積し、屋根付きコンクリート床上で天然の高気性生物によって発酵させる。発酵前の炭素率は30から35となるよう調整する。数日から1ヶ月で発酵熱によって中心温度が70摂氏80度となるので、均質化するために培地を混合する。 切り返し作業を3から4回行う。石膏や窒素源、水を適宜加えるが、水分が過剰になると、嫌気性生成物による発酵を起こし、培地の品質が低下する。一時発酵に必要な期間は、季節、原料、住み方などの諸条件で変化する。一時発酵完了時は、以下の状態になる。作り床、床詰めとも呼び、 通常は3回の切り返しが済んだグリーンコンポストを発生用の袋や箱に詰める作業を指し、なるべく暖かいうちに詰めるのが良いとされている。水分が不足している場合は過剰にならない程度に乾水する。通気性を保ちつつも硬く20から2 5トルの厚みに詰める必要がある。実際には、 発生を行う容器に詰める発生室の床に直接敷き詰めるなどいくつかの方法がある。袋や箱に詰めた場合、発生室の空間を立体的に利用できる。二次発酵、床詰めを行ったグリーンコンポストは二次発酵を行う。二次発酵の目的は、培地に生存する病原菌や害虫を除くことと培地の熟成である。未熟な培地には、 生育に悪影響を及ぼす菌と一時発酵中に生成した有利ア,アンモニアが残っておりアンモニアが0.07%以上だとマッシュルーム菌種は生存できないそこで蒸気で加熱し発酵を促進することでアンモニアの除去と発酵熱により有害菌の殺菌をする発酵開始からおおむね7日で二次発酵は終了し発酵が終わる頃には 炭素率は15から20に変化する。摂取一般に小麦粒、ライバクリュ粒、コンポストに菌視体を純粋培養したものを資金として使用する。摂取は培地温度が25摂氏27度に降下した段階で実施しなければならない。湿度65から75%に調整する。代表的な摂取方法は、収量と品質面で優れている方法は、 混合接種法で世界的に現在の主流になっている。培養接種後2日目までは主菌は活動せず、3日目から主菌の周囲に綿毛状の菌死体が増殖を開始し、数日後に培地に徐々に蔓延していく。1週間目頃からは菌死体の活動によって培地温度が上昇していくため、室内の空気循環を行って温度のムラをなくす。培地温度の調節は、 菌子体の生育にとって最も大切で菌子体の最適育成温度の23摂氏25度を保つように室温を調整する。一般的に室温は20摂氏22度に維持する。保湿と外菌を防ぐために紙や穴の開いたビニールシートをかけることもある。1万1、青カビ類の侵入を認めた場合、その部位の媒置を除去する。 複度摂取から約2週間で菌死体が十分に蔓延する。蔓延の状態を見極め、培地全体を滅菌処理して、水分を60から65%、pH7.0 から7.5に調整した、排体比、ピートモス、土などで3から 4cm の厚みで覆い、培地の湿度を85%を保つように管理する。蔓延不足の場合は、 発生量が減少し、蔓延過剰の場合は、小実体の大きさが小さくなる。複度が刺激となって小実体が発生を始めるのかの理由は明らかになっていないが、複度の刺激により小実体元気が形成されて発生が始まる。複度物質は、菌視体の病害中からの保護、小実体の保持、乾燥防止の役目も持っている。発生までの期間を短縮する目的で、 副土物質に菌視体を混入しておく場合もある。育成と元気形成副土作業から数日で菌視体は副土層に侵入を始め、約10日で副土層の約70%程度に蔓延する。約14日頃に表面にコロニーが形成されたら、表土を拡拌する、菌化器作業を行い、小実体が株で発生することを防ぐ。菌化器の2日後。 酸水とともに室温を16摂氏17度に下げて、元気形成を誘う。急激な換気は避けながら、二酸化炭素濃度を600から 800ppm で管理する。数日で倍地の各所に直径 2mm 程度の金塊ができ、小実体に成長する。収穫発生温度は8摂氏18度、適温は15摂氏16度。最初の収穫は、福度の 約3週間後で可能になり、1週間程度の周期で発生を繰り返す。多くの場合3周期以降は、収量が減少していくが、8周期程度まで収穫される。以降の収穫周期を継続するかの判断は、採算が合うかで判断される。収穫により、水分が失われるため、酸水する。収穫作業は、所定の大きさになったものから手作業で行い、 収穫後の培地は表面を整え、次の収穫周期に備える。廃油化収穫の終わった培地は発生室の外に出し、次の育成のため発生室は蒸気で滅菌する条件例、摂氏63度4時間。廃油化は有機肥料として有効利用される。そのまま、あるいは水煮にして缶詰として流通している。香りは薄いが味が良く。 西洋料理によく用いられる。バター炒めにしたり、スパゲッティミートソース、グラタン、オムレツなどにされたりする。キノコとしては珍しく、加熱せずに薄切りにして、サラダとして生食することもある。ただし、生のマッシュルームは発芽性物質であるアガリチンとフェニルヒドラジンが加熱したものと比べて多く含まれていることに留意する必要がある。ありがとうございます。